ドリーム戦1号艇大山千尋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ3年連続ファン投票第1です。はい、今の気持ちいかがですか？はい、すごい嬉しいです。その中、はい、地元での開幕です。いかがですか？そうですね、もう本当最近調子悪かったんですけど、それでも1位でですね、たくさん入れていただいてびっくりしたんですけど、まあ芦屋なんで頑張りたいです。手にしたモーターの手応えいかがだったでしょう？普通かなと思ってるんですけど、全権タイムは悪かったですね。調整としましては、あのペラは叩き替えました。そこから明日また1日調整して、そうですね、時間しっかりあるので合わせていきたいです。さあ1号艇です。もちろんインから。はい、インからいきます。スタート感はいかがだったでしょう？普通だったと思います。ということはもう先に回って逃げるのみ。そうですね、先回りたいですね。そこに全集中。はい、全集中。何の方でいきましょう？何の方、何の方でいきます？あんま見てないんですよ。いや、見てて。地元開催でございます。ファンの皆様に最後もう一言お願いします。はい、優勝だけ目指して精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ドリーム戦2号艇森谷美穂選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ボートレース芦屋ですけど、イメージいかがでしょう？はい、相性はすごくいい水面だと思います。手にしたモーターの手応えいかがでした？はい、すごく乗りやすくて、このままでもレースいけそうな気がします。ということは明日の調整は？はい、明日少し気温が下がると思うので、はい、乗ってみて考えたいと思います。今の時点では合格点。はい、もうここもうちょっと欲しいなっていうのは？ちょっと起こしてからちょっと重たい感じがあったので、その辺が明日解消されればいいかなと思います。2号艇です。コースです。はい、枠を主張しながら出たとこ勝負で頑張りたいと思います。スタート特区の感じいかがだったでしょう？はい、早いスタート、早いと思って聞いていたので、遅らせていってしっかりいいスタートが入ってたので、はい、完投は合ってるのかなと思います。2コースのイメージです。はい、前節の徳山で2コースからいいレースができたので、そのイメージでレースします。ということは今はもう完全にいいイメージで、はい、望めると。はい、さあ、たくさんのファン投票もいただきました。はい、ファンの皆様に最後一言お願いします。はい、本当にたくさんのご投票ありがとうございました。皆さんの気持ちに応えられるよう精一杯全力で走りたいと思います。見とってください。ドリーム戦3号艇平山千佳選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ボートレース芦屋でレディースオールスターでございますが、今のお気持ちはいかがでしょうか？はい、レディースオールスターに選ばれたことも嬉しいですし、芦屋は好相性なので楽しみに今節来ました。さあ、そんな中手にしたモーターの手応えいかがでした？はい、前検日はまあ普通です。全体的に普通かなっていう手応えです。この後の作業としましては？はい、明日1日かけて試運転して、まあ、整備をするかプロペラをするかっていうのを判断していきたいと思います。どの辺が強いて言うならここ欲しいなっていうのは、まあ、一番は乗り心地なんですけど、足負けしない程度の足も欲しいです。スタート特訓、スタート感いかがだったでしょう？はい、スタートは思ったより届いてました。はい、3コースのイメージできてますか？3コース難しいんで、しっかりスタートだけはしっかり、はい、しっかりしっかりって言ってますけど、スタート決めます。スタート決めて、もうしっかりと攻めはどっちになるかも自分次第。はい、まずはスタート、そして思い切ったレースを心がけたいです。わかりました。それでは最後、ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、たくさんのご投票のおかげでドリーム戦に出ることができました。しっかり、いいレースをお見せできるように心を込めて走ります。ご声援お願いします。ドリーム戦4号艇小野聖奈選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、地元でのレディースオールスター開幕でございますが、はい、今のお気持ちいかがでしょう？はい、そうですね、ファンの皆様のおかげで、はい、ドリーム選んでいただいたので本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、その中手にしたモーターの手応えを教えてください。はい、前節の大野さんのまま乗ったんですけど、すごくいい手応えで、はい、体感も良かったです。前検としては合格点。はい、この後の作業ですが、もうちょっと欲しいなっていうのは？そうですね、もうちょっと欲しい。行き足も良かったし、起こしも力強かったんで、あとはレース行ってどうかっていう風になると思います。とりあえずは一走してみて。はい、4号艇です。コースです。4コースから行きたいです。スタート特訓、スタート感いかがだったでしょう？
そうですね、はい、足は速いって知ってるんで貯めていってちょうどいい感じでした。ということはもう問題なしですね。そうですね、はい、このまま行きたいぐらいな気持ちです。角から攻めましょうか。そうですね、伸びもちょっと良かったので生かしたいです。それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、地元の芦屋です。すごく大好きな水面で思い出もあるので恩返しのつもりで最終日まで走りたいです。応援お願いします。ドリーム戦5号艇平田かなな選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ボートレース芦屋ですけども、レディースオールスター今のお気持ちいかがでしょう。気持ちいかがでしょうか。そうですね、選んでもらったんでしっかり走りたいです。さあ、そんな中芦屋の相性いかがなんでしょうか。芦屋は、乗りやすいというか、まあ、乗り心地水面的には好きですけどね、はい、手にしたモーターの手応えです。前回来た時より出てますね。出てますね。どの辺が気に入ってますか。でも前回よりはですけど。いやでも自分の中では合格点がもうすごく。そうですね、まず伸びが下がんないんでそこでもう合格です。合格です、はい、さあ今日から明日、12レースドリーム戦ですから、作業としましてはプロペラを眺めます。眺めます。もうそれでも OK なぐらい自分の中では満足。いやまあ、今の状態だとちょっとレースはしづらそうなんですけど、まあ、気温が下がるんでそこですね。そこをしっかりと調整できれば、はい、うん、調整するか勝手に乗れるようにならんかなっていう期待を込めて眺めますけど。勝手に乗れるようになることもあるんですね。ある、ある、ある。5号艇です。コースです。ずっても5コースです。ずっても5コースです。スタート特訓、スタート感いかがだったでしょう。前回より届いてます。ということはもう全体的に前回よりは OK なので、とりあえず乗ってみて、うん、そうですね、一掃してみてから、はい、さあ、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、グリグリまくり出したいと思います。ドリーム戦6号艇松本明恵選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ドリーム戦6号艇で登場ですが、はい、今のお気持ちいかがでしょう。はい、あ、いや、ドリーム戦ね、もう選んでいただいても本当に嬉しいです。もうありがとうございます。たくさん頑張ります、はい、ボートレーサー芦屋の相性いかがですか。はい、芦屋はね、はい、好きなんですけど、うん、久しぶりですね。好きです。でも試運転してみていかがでした。あー、多摩川から来たんですごい柔らかく感じました。さあ、手にしたモーターの手応えいかがだったでしょう。うん、エンジンは悪くなさそうな感じしました。多分全体的に合格点、はい、はい、と思います。そんなに下がる感じもなかったですし、まあ、でもちょっとね、前節とも気温とかがちょっと違うみたいで、回転が少し合ってないのかなっていうのはあったので、まあ明日回転調整しようかなと思ってます。6号艇です。コースです。はい、まあピット出とかで何かない限りは6コースから、はい、行きます。スタート特訓のスタート感いかがでした。あ、早かったですね、はい、しっかり届いてました。そこはしっかりと修正しながら、うん、はい、行きたい。スタートね、最近そんなにいいのがいけてないんでね、まあ、でも事故はしないようにしっかりスタート感掴んで頑張ります。さあ、それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、ドリーム戦選んでいただいて本当にたくさん投票していただいてありがとうございました。枠は遠いんですけど、船券絡めるように一生懸命一日頑張りたいと思います。今節もたくさん頑張りますので応援よろしくお願いします。